RCC の松川です。防災についてお話します。去年、南海トラフの地震等に関しての想定をまとめられてですね、最大1万4000人と余ったの死者が出るのではないかという想定をまとめられましたが、そういう想定を受けて今回の新年度予算に、どのような反映をしたのかということと、今、先ほどチャレンジビジョンの見直しの中で、震災等もあったのでというふうなことをおっしゃいましたが、中長期的に、そういう防災、インフラも含めてどのような整備取り組んでいかれるのかと。防災についてはですね、この中で言えば生活基盤を強化するというところに、入れておりまして、で、具体的にはですね、資料で言えば41ページのところに、入れております。この中で特にですね、やはりこのハードウェア、ソフトウェアもちろんあるわけですけれども、そのハードウェアについては防災拠点の確保という点について、力を入れて、おりますし、またこれは全般法律の関係もありますけれども、耐震が特に大規模な人が集まるような民間建物の耐震化を進めるということがありますので、そういったことを力を入れてやってます。でそれと同時にですね、やはり特に南海トラフのような大規模の時には防災意識というか、その避難の仕方だとか確認だとかですね、それを事前に確認するとか、そういったことが非常に重要になってくるので、この防災意識を高めていくというための事業であるとか、あるいは自主防災組織をですね、より活性化していくというようなことに力を入れてやっています。で、具体的な例えば堤防どうするのかとかですね、そういうことについては今検討も進めておりますし、このハードウェアは少し時間の検討がかかるものですから、それはまた引き続きですね、取り組んでいきたいというふうに思っています。その他いかがでしょうか。局新聞です。具体的な成果を示すときという話もありましたけども、先ほど言った都母とか東部とか五部ですね、なかなか住民の反対意見とか強い中で、この3つに関しても先ほど住民への丁寧な説明をし続けたいということもおっしゃってましたが、2014年度という年を受けたときに、この3つですね、何かしらの進捗をですね、持っていきたいといいますか、何かしら その次のステップとかですね、そういった思いというのは、自分の中にあるでしょうか。それはもちろんです。でもじゃあ、3つ今まとめていっちゃいましたけど、友だったらどのステップの段階、東部だったらどの段階、東部だったらどの段階というのか、すみません、個別に教えてください。まずそれぞれ、今予算計上しているものがありますので、それを着実に進めていくということが、まずであるということですね。で、その次のステップというのは、これは住民の皆さんのご理解をいただきながらということなので、我々としてはですね、そこの住民理解がより進むようにですね、努力をしていくということであると思っています。それ裏を返すと、その理解が得られなかったら全く進まないっていう恐れもある。自分の中にはそういう考えもある。住民理解が進まないと進められないものについては進まないと思っています。トトリジムみたいな。その 100% の同意がなかなか難しいとしたら、例えば何かしら過半数だにですね、その隣のある程度の合意が取れたら、その一部 その反対の人たちの反対の人の意見を押し切って、進めなきゃいけないものは進
進めなきゃいけない判断の時が来るというようないや、ちょっと質問の募集紙がよくわからないので、それはあと、それをベースにどういうことをお書きになりたいのかということがね、僕はちょっと理解できないので、コメントいたしません。その他いかがでしょうか。質問よろしいでしょうか。読売新聞の中村です。都知事が冒頭の方でおっしゃった、県民のですね、主体で変わったと実感できるような都市にするというお話だったんですが、その県民から見てですね、どういうことが変わったと実感できるような、具体的に言うとどういうことを想定されているんでしょうか。やはりですね、そこは意識の部分というのが大きいのかなというふうに思うんですね。例えば中山間の話でもそうですし、あるいは何ですか、イノベーションについてもですね、やっぱりマインドが変わっていって前向きに取り組んでいけるというふうに、例えばイノベーションであれば企業の皆さんが思っていただけるということだと思うんですね。そのための仕掛けっていうのはいろいろ用意してますけれども、例えばイノベーションハブとかですね、そういう中に実際に参画をしていただいて、そこでその やろうというふうに思っていただければですね、それが実感できるような点につながるんじゃないかなというふうに思います。でそういうものを積み上げていくということかなということですね。その点に関してなんですけど、これまでの1期目の4年間とこの2期目の1年目、中盤に差し掛かるということなんですけれども、どういうふうに違いがあるのかというのは私です。どのように違って実感してもらうのかというのは1期目と今のところとどういうふうに位置づけてもらえるのか。これはこれまで積み上げてきたものをさらに展開をしていくということなので、そこで何かこのドラスティックな違いがあるのかというとですね、そういうことではありませんけれども、やはり年を経るに従ってよりたくさん、そういったものを感じていただくことは必要じゃないかなと思ってまして、例えば、観光とかですね、今のイノベーションについてもいろいろやってまして、いろんな、成果も出てますね。企業の数も施策的な対応として応援する分には増えていたりとか、観光客も過去最高を記録したりとか、おそらく去年もそれほど危惧されるほどは落ちてないと思います。あるいは女性の活躍支援にしてもですね、少し進んでますけども、そういうものをよりですね、多くの人に、より強く感じていただくということで、それの一つの鍵というのが、そういういろんなマインドが変わっていくとかですね、そういうことには特にあるんじゃないかなというふうに思っています。そろそろお時間となりましたので、次を最後とさせていただければと思います。PSS の若木です。広島オープンイノベーション推進事業なんですけど、産学の連携というのは叫ばれても久しいんですけれども、あえてこれを新たにされるところにどういう課題があると知事は見てらっしゃるのか、どういう機会を与えたいと思っていらっしゃるのかを具体的に知事の伺えたらと思うのと、ちょっと明日知事定例がないということでちょっと予算と離れるんですけど、文化庁後援 の全日展の知事賞返還の件で受賞者が架空の人物かもという話、これについても知事のコメントお願いします。はい、1点目は何だっけ、イノベーションだったっけ、ちょっと急に想定しないものが増えたのでオープンイノベーション、オープンイノベーションね、
オープンイノベーションについて、まあ、産学連携ですよね。で、まあ、これはまた喋り始めると1時間ぐらいいることなんですけど、一つの国はまさにこれまで産学連携と言われて、でもまだ質疑言われているということだと思うんですね。で、それは何かというと、その産学連携の概念自体がを少し変えていかなければいけないんじゃないかというところにあるんだと思ってます。でそれは何かというと、その例えば特にアメリカの大学ですけれども、産学連携なんて言葉はないんですよ。でその日本の場合は産学連携といったときに、共同研究をしてますとか研究委託をしてますとか、そういうレベルにとどまることが多いわけです。まあ、しかしながらですね、まあ、特に、まあ、繰り返しになりますけど、欧米系の大学では、もっとですね、根っこの部分で大学とそれから産業界がつながっているというか、長期的な視点に立った関係構築というのがなされている。で多くの部分は短期の見返りを求めない寄付であったりとか、あるいはその冠講座であったりとかですね、そういうこの基礎的な生活費部分に大きく産業が貢献していて、で、それをもとにですね、さまざまなイノベーションのネタが生まれていると。でそれは大学のガバナンスにも関係することです。ガバナンスのあり方にですね、そういうところをその一石を投じながらですね、これもすぐに何か変わるものではないわけですけども、長い100年150年にわたるこの慣習があるわけですから、ただ、そういうところに一石を投じながら、その教育機関としての大学であるとか、あるいは社会に具体的に、その成果を還元していくことをより意識した大学であるとかですね。でそれは当然産業界がそういうことを支えなければそういうことは起こらないので、それを意識する産業界であるとかですね、まあ、そういったこの大きな関係づくりをやる必要があるんじゃないかと思います。地図書変換というかですね、まあ、これは、まあ、正直我々も少し驚いているところでありまして、まあ、県としては性善説で、動いているところもあるわけですね。で、ところが残念なことに、今回のこの事案というのはどうもそれがそのままではいけないかもしれないなと、いうことを考えさせられる案件でありまして、で、まあ、ただこれちょっとまだ事実関係がはっきりしないんで、断定はできないんですけど、佐村浩二さんの件もそうなんですけども、まあ、かといって性悪説で物事を何でも考えるのがいいのかというとそういうわけでもありませんから、その辺のバランスをですね、もう一度我々として、見直す必要があるのかなというふうに思うところであります。福島県は知事賞を取り消すという発表をこれまでしましたが、そのお判断についてはこれから事実関係を詰めてからと。まだ当方がいただいている情報としては、いやいや、なんていうか連絡が取れないんであるというようなことを言われているので、その相手にですね、それが架空であったとかそういうことを認めているわけではありませんので、まあ、我々も本当にいないのかとかですね、調査できているわけでもありませんので、
まあ、そういったことを踏まえてからの話になろうかと。すみません、それではお時間となりましたので、以上で、先ほどの発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。